どうもお疲れ様ですえ。前回の動画でですね、このビットコインの稼ぎ方っていうお話をさせていただきました。それが、あと1週間ほど前だったと思うんですよね。で、1週間前っていうのは、価格がずっと安定してる時で、まあちょうどこの辺だったんですよ。で、ここから下振れするようだったらそれは仕入れ時で、上振れするようだったらそれは売り時だってことをお話したんですけども、なんかタイミングがいいことにね、その後でなんかちょっとした暴落が起きて、 で、えっ、ー、と、なんか SEC の訴訟管かなんかでね、値段が下がったんですよね。まあその時に多くの方が不安に思って、また私の動画のアクセスが上がったわけですけども、その後現在に至ってですね、まあ、回復してきた価格っていうのが今ここにいるわけなんですよ。まあつまり、あの、前回私がね、それから昨年、おととしと申し上げてきたことがまたここで、えー、現実化されたということになります。つまりは、ここで仕入れて、ここで売るって同じ流れですよね。ですんで、375万。 あたりから390万あたりでは、売りを入れるというわけなんですよ。それから345万あたりから355万あたりでは、まあ、買いというところですよね。それを逆にしちゃうから儲かってないわけで、だいたい平均値っていうのがこのあたりにあるよってことをね、今後も守っていけばいいんじゃないですか。つまりは、レンジオプションなわけですよ。こういう風な形のね。レンジオプションってのは私の FX 講座を受けている方ならお分かりだと思いますけども、大体いいね、レンジのね、下で、 倍を入れるんですよ。買いを入れるんですよね。そして、上の方で、セル。売りを入れるんですよ。そうすると、倍でもセルでもずっと利益が上がるよって形で、大体真ん中の値がここになるよってことなんですよね。はい、それがまあ、今回実現したってことで追加放送させていただきました。これでよろしかったでしょうかね。はい、じゃあお疲れ様でございます。